さて、今日のところはもう休むぞ。そうでござるな。またいつ戦いになるかわからぬゆえ。おねしょすんなよ、ミノクシ。しないでござる。似たようなもんだったけど。待ちだよ、ちっちゃなお嬢ちゃん。ちょっとだけ、な、ちょいと支度してくれりゃいいから言う。おっと。はいはい、行かせねえぞ。おっと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 。つーら捕まえた。うわこのチビ式。青鬼って知ってるか？この町に出るって聞いてきたんだけど。覚えとけ。俺が尺すんのはじいちゃんだけだ。言いやがって。ソーキ殿、近くに物のけの気配がするでござる。しかも大軍でござる。桜はないでござる。ならしばらく隠れとこうぜ。それがその近くに人間の気配が。はぐれた野党とかだろ。ほっとけよ。いやいや、子供みたいでござる。それも一人で。はあ、なんで子供がこんなところに。しょうがない、助けに行くぞ。場所はどこだ。裏階段。
こんなのが道を塞いで。勘弁してくれよ。そう呼ばれてるだけで俺は歴史とした人間だ。そっちこそ何者だ、こんなところに一人で。問答無用、青鬼め、覚悟。危ねえ。おい、話を聞けって。俺は助けに来てやったんだぜ。野の家に助けられる言われはねえ。野牛星合流抜刀術、へえ、こいつは面白そうだ。のくせに大した腕だな。ナバ。十兵衛。野牛十兵衛だ。十兵衛。野牛十兵衛。文句文句あるか。あと人に名を聞くときはまず自分から名乗れ。おう。そりゃ悪かったな。名乗れ。名前は。特にないんだよな。あえて言うならソキかな。最近はそう呼ばれている。お前変わってるな。お前もな。これは生まれつきだ。ソキの名、時間がないでござる。なんだ。やりすぎたか。お前は下がっていろ。どうせお前では歯が立たない。こいつらは現場だ。人の太刀では消える。そんなもんなの。この男はゲンマが切れる。野牛の剣を置いてゲンマを撃てる術は。まさか。おい、大丈夫か。
さあ、行こうぜ。死にたいやつから前へ出な。
さあ、行こうぜ。わかったな。戻ってこい。
峠？そう、札田峠。そこに一時的に桜が集められてる砦があるんだ。へえ、面白そうだな。俺もそこに用があるんだ。そこにいる男にさ。ってなわけでどうだ？どうだって？だから砦を協力して攻めないかって言ってんじゃねえか。鈍いな、もう。まさに千載一遇！わっ！いきなり大声出すな！ソーキ殿、この話はまさに渡りに船、棚からボタボチ！この木を逃して何とする！ん？ミノキチちゃんってさ、浮いてんの？吊り下がってんの？あ、糸発見！吊り下がってんだ。糸は触られても平気なのか？ズンズン。そこ触っちゃダメ！わあ、糸触っちゃダメ！ドキドキするからダメなの！ハレイチでござるぞ！ごめん。ジューベ、案内してくれ。ちまちまやるのも飽きてきたところだ。お、おう、任せとけ！で、お前の方の用事ってのは？だろ、そこにいる男に用がある。切る気だな。ま、深くは聞かねえさ。なんだ？